トマさんダイヤ号で制しました藤野俊一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。駒さんダイヤには今日久々の騎乗でした、今勝利したお気持ち聞かせてください。そうですね、島津君から無理くりちょっと借りました。それは冗談だと思うんですけども。そうなんです。あ、そうですか、はい。今日久々に乗った印象、レース間がおよそ3ヶ月ぐらい、空きましたけど、乗った時ですね、駒さんダイヤのこう成長など感じたところありましたか？そうですね、いつも同じレースで乗ってて、山は確かに確実に上がるから、今日もちょっと山だけは自信あったんです。その自信を持ってレースに挑みましたけども、まず道中の折り合いなどはいかがでしたか？そうですね、道中はそんなに辛い思いしてきたわけでもないので、じゃ あとちょっと隣の馬がしくじれば勝てるなと思っただけで、まあ、そのあたり虎視眈々で今回の勝利狙ってましたか？そうですね、山だけは一番先に超える自信あったんで、その思い通りではレースも進んだという感じでしょうかね？あ、そうです。はい、後ろを離しての圧勝でしたけども、ゴールした瞬間などどんな思いでしたか？そうですね、やっぱり兄貴よりはちょっとこっちの方が能力も上だなと思ってますので、春からまたテストの時から乗って知ってましたんで自信はありました。はい、ますますこの後も楽しみという感じでしょうかね？そうですね、素直に島津さんに返します。まあ、今回はイレネ記念というレースですけども、ファンの方はもちろんですが、生産者関係者にとっても大きなレースだと思うんです。藤野騎手から見てこのイレネ記念というレース、どんなレースでしょうか？そうですね、若者のやっぱり今年デビューした馬の最後の定量の荷物で一番強い馬を決めるっていうレースなんで、やっぱり記念になりますよね。はい、では最後にファンの皆様にメッセージお願いいたします。ウイルスのせいで来られませんけども、テレビで応援よろしくお願いします。藤野俊一騎手でした。第51回でね記念駒さんダイヤ号で制しました金田勇調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちお聞かせください。率直にもう嬉しいというか安心したというか、持ち時間は十分出せたような気がしますね。はい、この馬の期待ももちろんでしょうし、お母さんの駒クイーンという思いもやはりありますか？そうですね、なかなか何度も挑戦したんだけども取れなかったかね、お母さんは。重賞はね、なかなか届かなかったんですけど、息子がという感じでしょうか。はい、まあ、最近もずっと、重賞の後も好調だったと思うんですけど、状態面などいかがでしたか？まあ、常に元気な馬なんで、まあ、連戦みたいに使ってても、まあ、タフだなと思いながら使ってたんですけど。そういうところはお母さんに似てたりとかしてますか？お母さんよりちょっと気も座ってるかなと思うね。そうですか。はい、他にこうお母さんになんか似てるとか、あるいはもうお母さんにも優れてるなと思うようなところありますか？障害力はやっぱり母譲りなんだけども、やっぱり何しろお母さんはゴールニアの甘い馬だったんだけど、この子は歩き切りますよね。そのあたりを見てもですね、この先も楽しみだなと思うんですけど、まあ、大事に育てたいなって思いますね。はい、どんなふうにさらにこう成長してほしいなどあれば教えてほしいんですけど。まあ、特にその大事な今得意の障害だけ壊さないように、その辺はこれからも強敵に、ね、もう何て言うかな、目標にされると思うんで、その辺は潰さないように育てていきたいなって思ってます。はい、では最後にファンにメッセージをお願いいたします。まあ、無観客でちょっと寂しいような気がしたけども、まあ、これからも今度は
生で見に来てほしいなって思ってます。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。おはようございます。